抜き切れ。さて、とうとうロシアまで来たぜ。ここロシアは1800年頃やと、ナポレオン倒してユーラシア大陸の上半分を占め、な？敵も倒して土地も目いっぱい広がったから、他になんかやることないかなーってなってる頃や。国としてはもうほら完璧やろ。そやからなんかやらんといかんけどなーっていうことで、なんか政策しよう、つって始まったんが、なんか政策や。ほら、ロシアって寒い北の方にあるからな。冬でも凍らへん港、不凍港っていうやつを求めなあかんいうことで、南に下ってくるんや。この頃の王様は19世紀のスタート。1801年に王の座に着いたアレクサンドル一世や。この人の時ナポレオン倒したお礼に、ポーランドにベッサラビア、フィンランドをもろて。さらにヨーロッパがまた混乱せんように、ヨーロッパのほとんどの国と新生同盟作ったし。イギリス、プロイセン、オーストリアと四国同盟作って、しっかり足場を固めていくと、こっから南下政策始めていくで。そのきっかけが、王様最高のウィーン体制なんてもう嫌やーっていうギリシアの独立戦争。こういうウィーンに反発するんがナショナリズムや。アレクサンドル一世はここで仲良うなれば南へ出れるやーんって独立を支持。ロシアと仲良うなってコミックマスたらたまらーんってロシアの自由にさせるかー言うて、イギリス、フランスも入れてって混ざってトルコボッコボコや。普通やったらこんな独立なんかすぐ潰されて終わんねんけど、ちょうどロシアの南にあってよかったな。ちなみにこの弱ったトルコっていうのは、ニコライ一世の時、属州であるはずのエジプトのムハンマド・アリーに噛みつかれるエト戦争で土地も削られてしんなりなったわ。こうやって国会からの地中海ルートっていうのが固まってくると、国内のデカブリストの乱も抑えて、国会の東でもイランのカージャール朝と戦って、1828年のトルコマンチャイ条約でアルメニアやらアゼルバイジャン取ったり、しっかり土台ができるってなると、とうとう海をもらいに地中海へと手を出すんや。それが1853年のトルコに喧嘩ふっかけた、海くれ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 海クリミアクリミアクリミアのクリミア戦争や。対するトルコは、地中海でうまい汁吸ってます。三国のイギリス、フランス、サルディーニャの三国に助けられ、セバストーポリ要塞が落ちると、パリ条約で、この二つの海峡は通れんってことになってしもて、ロシアのなんかは完全にシャットアウトやな。ちなみにあのナヘチンゲールはこのクリミア戦争で、敵味方どちらにも手を手をしたクリミアの天使やで。さて、ロシアもクリミアでコテンパンになったから、また国内からスタートや。アレクサンドル2世が後を引き継ぐと、1861年、農奴解放令で農村共同体ミールに土地を買い取らせ、自由にしたったってなったら、工業労働者も出てん。ほんでも、ポーランドの反乱で皇帝の先制君主が復活すると、この鉄則事故中に反発してのナロード2期運動が起こるも、これは失敗や。ほんでもヨーロッパで自由が叫ばれてんのに、その反対の鉄則事故中やから、ロシアもこの後、いろいろあんで。とりあえずまあ、ナロード2期っていうのは抑えと、陸もまた南へ、って、あのウズベクサン藩を従えたったら、さあもう一回行くで。南下政策、ロト戦争やー、おりゃー、見てるぞーって、1877年、スラブ民族を助けるのを口実に、オスマンに戦争を吹っかけんねん。結果はロシア側の勝ちで、サンステワの条約でルーマニア、セルビア、モンテネグロの独立して、大ブルガリもロシアの保護国になって、ほら、とうとう地中海への道ができてん。二つの国境は通られへんねんけど、大ブルガリが海に続いてるからな。これでもう大丈夫やで。これでロシアも、とうとう海来たなー言うとったら、歴史は繰り返すもんや。同じ1878年、嫌なやつー言うだけあって、イギリス、オーストリアがそれにイチャモンつけてきてん。それでドイツの鉄血のビスマルクがベルリン会議開いて収めることになってんな。ここでポイントになったんが、今回ロシアの南下政策の理由や。一応建前上スラブ民族とかを助けねんって言うてるから、三国の独立はそのまんま。ほんで地中海への足がかり、ブルガリアはオスマンの支配下になった上、縮小して海につなげへんようにすると、ボスニア・ヘルツェコビナにオーストリアが、キプロスにイギリスが陣取って、ロシアの政策はまたも失敗してしもうてん。このベルリン会議に言い返そうにも、スラブ民族はちゃんと独立させてんからな。なかなかこう、鉄血ビスマルクも耐えしたもんやで。ユーラシアの北半分、東方もなくでかくなったロシアの東方問題、理解できたらまとめいくで。さて、東方もなくでかくなったロシアは、アレクサンドル一世がギリシアを独立さすと、エト戦争や。ニコラ一世は国内のデカブリストを抑えたり、トルコマンチャイで国広げたら、クレオメー言うて、海取り行くで。ほんでも地中海のイギリス、フランス、サルディーニャがパリ条約で止めんねん。そしたら、農奴解放の後のポーランド反乱を抑えたり、
ウズベクザン藩で国広げたら、リベンジの海取ろうのロト戦争。サンステファノで念願の海を取るも、サンステファノで、サンステファノ、そんなん捨てたら、そんなん捨てたらで、ベルリン条約で捨てられて、夢破れる、っていう話やな。東方問題だけに、何度も海求めてもダメでしたっていう、東方法な、東方問題。抑えたったら、次は中国の、新、やっちゃいなー。